何がどうなってるんだ。新都庁は水族館をイメージしましたってなわけないよね。何か良くないことが起こっているみたいね。活動には問題なし。バニシングシステムの影響で次元の境界が不安定になってるみたい。もちろんそれだけじゃないけど。まさにパンデモニウムってか。フィグちゃんよ、ここで一体何しようってんだ。あんたたち。ハニー。おい、それやめろって。あの子フィグは？それは訳ありってことね。アッシュはどうしてここに来たんだよ。ここは危ないから早く帰れって。偵察してみたんだけど、このビルの上に行くほど危険な悪魔が徘徊しているみたいね。一体何が起こっているの？リンゴ、バニシングシステムは？うん、このビルの屋上にあるはず。アッシュはどうするの？あんたらについていきたいところだけど、私は逃げ遅れた人がいないか探してみるよ。力のない人たちを守る。これだってデビルサマナーの戦いでしょ。ファントムソサエティのアッシュがすっかり毒気抜かれちゃったみたいで。悪い？素敵よ。どうも。ところでねえサイゾウ、どうして私に黙ってたの？お前だって黙ってこんな危ないとこに来てたじゃねえか。だってそれはあんたが心配で。そういうことだよ。バカ。ちょっくら世界救ってくっからよ。こっちは任せたぜ。さ、行くわよ。ああ。そうだね。気をつけなよ、サイゾウ。あんたたち。待ちかねたぞ、裏切り者ども。久しぶりね、ミレディ。どうしてあなたたちがここに？この先に行こうとするファントムソサエティ以外の勢力を排除するよう言われているの。見上げた根性だけど、帰れば？悪いけど私たち先を急ぐの。今さらあなたたち程度で止められると思わないし、かつての同僚と無駄に戦いたくない。なめるなよ、裏切り者が。まずはどうする？よし、確実に削る。私の行くわ。どう？踊りなさい。気はしない。無駄打ちご苦労さんの。やることは分かってるわね。そこを狙うの？サイゾウ、やることは分かってるわね。これは効くでしょ。こんなはずじゃ。邪魔をしないで。甘かったか。あの方に会い、その力の前に絶望し、ひれ伏すがいい。あの方ねえ、ミレディ、同僚でしょ。心当たりは？事件の規模から見ても、鉄仮面以上の大幹部がこの件に介入してきている可能性があるわ。大幹部？なんだか穏やかじゃないけど。もし私の予想が当たっていたら、全くもって穏やかじゃないわね。何が待っていようと私たちは止まるわけにはいかない。行くよ、ミレディ。ええ。あなたは？
もう来たか。やはり増兵が何人集まったところで話にならんな。ようこそ、電子の魔女とサマナー諸君。あなたが巷で噂の大幹部様？しかり、我が名はアザゼル。暗黒の証にしてその魔王なり。ご足労いただいて申し訳ないんだけど、どいてくれないかな、大幹部様。私たち先を急ぐんだ。そういうわけにはいかんよ。私はあの代物の応援をするためにわざわざやってきたのだ。あの代物？人でないくせにけなげにも人を招え、人のために身を捧げようとしているあの愚かな代物だよ。それフィグのこと？はて、そんな名だったか。ものの名などいちいち覚えていないのでな。人をしのぐ代物とコベナントの出会いは人の魂をさらなる高みへと押し上げる。そうして甘美なる方向を放つ魂こそ供物にふさわしいというもの。ごちゃごちゃ言ってるけど、フィグの好きにやらせて後でかっさらおうってこと？もしお前たちがそれを阻むというのなら残念だが、ここで死んでもらうことになる。どうするのだ、電子の魔女よ。あなたを倒す。それで私たちは先に進む。当たり前でしょ、ねえミレディ。そうよね、大幹部様。私たちはあの子を止めなくちゃいけないんです。それとフィグを愚弄してただで帰れるとは思わないことね。まさか人でない代物のために命を懸ける人間まで現れるとは。なんたる混沌、なんと醜悪な出し物だろう。よかろう、お前たちの余興に付き合ってやろう。大幹部様、お覚悟を。我が力の前にどれだけ持つかな。せいぜい楽しませろよ。偉そうに。引きずり下ろしてそのひげ全部引っこ抜いてやる。まずはどうする。よし、これならどうだ。ハリーゾー準備完了だ。よし、オラオラ。このようなことが。絶対に負けられ。張り切っていこう。危険かもしれないぞリンゴ。無意味よ。まずはどうする。聞けばいいけど。無意味よ。後悔しても遅いよ。楽しめそうだ。止まってみる。いつも通り。了解よ。焦らずに行こう。高くついたわね。ありがてえ。今までの俺と思うな。やることは分かってるわ、ね、力があれば。これならどうだ。甘くなよい。楽しくなってきたぞ。こうでなくてはな。私たちなら勝てる。行こうか。避けられねえぜ。サイゾ、無理すんなよ。しまっていこう。防げないよね。あがくなよい。邪魔をしないよ。見事だ、電子の魔女よ。
まさかこの私に被験しうる力を備えているとはな。この程度でよかろう。これ以上潰し合うことに益はない。私は手を引くとしよう。さあこの先に進むがいい。ずいぶん気まぐれじゃない。何、お前たちが繰り広げる醜悪な人形劇、そちらに興が乗ったのでな。ここで潰すのは惜しい。私は高みの見物と洒落込ませてもらおう。お前はヤタガラスのサマナーだな。どうやらキャツラもここへ精鋭を送り込んだようだぞ。狙うはあの白物の首だ。なんだと。お前は果たして誰の味方をするのかな。どちらに転んでも面白い話だ。混沌もまた人の世の常。せいぜい思い切りかき混ぜることだ。あれがアザゼル、ファントムソサエティの大幹部。ヒゲがすごかったね。ええ、結構良かったな。俺も真似してみようかな。絶対似合わないって。何？何でもないわ。その軽口が今は頼もしいって思っただけ。さ、先を急ぎましょう。ようやくお出ましだね。やれやれ、待ちくたびれたよ。あなたは？僕はホズミ。クズノハというシステムの保険といったところかな。知ってる？いや。僕は影だからね。君ごとき末端に知られていたら困るさ。君がアローだね。僕は君に代わってコベナントを回収しに来たんだよ。ヤタガラスからの正式な辞令もある。コベナントの回収？まあ端的に言うとアイオン・フィグを殺す。手加減できる相手じゃない。こちらも全力で行かせてもらう。言ってやりなよアロー、あなたが思ってることを。君が耳を貸すべき相手は僕だ。アロー、改めて君に告げる。僕に協力しろ。いいかい？この命令を拒むことはヤタガラスの意思に反することを意味する。それは日本国、ひいては人間社会の守護を放棄することだと知れ。この一連の事件にはレイブンも絡んだ。これはヤタガラスの不祥事とも言える。ならばヤタガラスがこの件を収束させるのは道理。これ以上彼の名を怪我したくないなら力を貸せ。断る。なんだって？断るって言ったんだ。フィグは俺たちが止める。あんたは引っ込んでろ。へえ。フィグが力任せに世界を変えようとしているなら止めなくちゃいけない。だけどフィグは今の世界そのものだ。世界に満ちた悲しみをフィグは止めようとしている。そんな彼女の気持ちを力でねじ伏せるならやっていることはフィグと違わないし、そんな世界救いがなさすぎる。随分とさえずるじゃないか。だけどどんな立派な言葉でも力が伴わなければ何の価値もない。
君にその力があるかどうか僕が試してやるよ。こんなところで消耗するわけにはいかないんだよね。まずはこの辺で相手してやるよ。この戦い、そうね、必ず勝とう。聞けばいいけど。踊りなさい。力技だ。無駄打ちご苦労様。倒してみせる。行くか。これならどうだ。力技だね。強いぞ。やるか。警戒しろ。一番。オラオラ。力技だね。強いぞ。張り切って警戒しろ。これは効くでしょ。力技だ。邪魔をしないで。粘るじゃないか。こっちもあまり時間がないんだ。ペース上げさせてもらうよ。試してやる。ヤタガラスの秘技見せてあげよう。この戦い、了解よ。必ず勝とう。試してみるのか。消えなさい。そんな攻撃。この戦い、ああ必ず勝とう。なんだ。倒してよし。これならどうだ。降参だよ降参。こんなデタラメだなんて聞いてないって。認めるよ。ちゃんと大口に見合った力はあるみたいだね。じゃあさっさと行きなよ。敗者である僕にそれ以上何が言える。アイオンのリンゴ、もしフィグを説得できなかったらどうするつもりだい。世界を計りにかけ、一人の友人を救うために諦めず言葉を尽くすのかい。当たり前でしょ。私は絶対に諦めない。おいおい、それは道理に戻るのは分かってる。無責任なのも分かってる。だから私はあなたを力でねじ伏せた。自覚があるだけマシか。世の中が善と悪ではっきり区切れれば簡単だったんだけどね。頑張ってその独善を貫き通してくれ。願わくば事態がきれいさっぱり収まってくれることを。随分とイメチェンしたみたいで、新しいドレスの着心地は。こんなところまで何をしに来たのですか。話をしに来た。今さら何を。フィグ、教えてくれ。君は一体何をやろうとしているんだ。戦いを終わらせます。全人類へソウルハックを行い、終わらない戦いのすべてを
終わらせます。どういうことだよ。ソウルハックは死者を蘇らせる力のはずだろう。いいえ、ソウルハックにはその先があるのです。人の魂の在り方を作り変える力。ソウルハックとは、人の魂に介入し文字通りに切り刻み、その在り方を別物に作り変えるための技術なのです。作り変えるだって？あなたたちはなぜアイオンのことをすんなり受け入れられたのでしょう。リンゴがそれをやっていなかったという保証は。私はそんなことやってない。そんなことはどうでもいい。大事なのは俺たちが一緒に過ごした時間だ。何を考え行動したかだ。安い挑発で私たちを揺さぶろうとしても無駄よ。俺は自分の意志でアイオンを信じた。乗ってもいいって思った。もちろんフィグ、あんたのこともな。みんな素晴らしいですね。みんながそうやって分かり合えればいいのに。ソウルハックとは、人とアイオンの可能性を広げるものなのです。アイオンはその必要性を予見していました。人とアイオンがこの先千年を共に歩むために、私はソウルハックを使うことで人から争う意志を奪い去ります。人は無意識のうちに互いを理解します。そうすればこの世界から争いは、理不尽は消え去るでしょう。それがあなたのもたらす世界の終わりってわけだね。いいえ、リンゴ、これは始まりです。人とアイオンが共に歩んでいくための。でもよ、どうやって全人類の魂を作り変えるなんてこと、まさか歩き回って一人一人にソウルハックを仕掛けるわけじゃないだろ。そのためにこのおもちゃが必要だったってことだよ。その通りです。バニシングシステムはデータ通信にかかる時間をゼロにするシステム。膨大なデータ量を持つ人の魂に対する多重かつ超大規模な演算、それを実現するためにこのシステムが必要なのです。しかしあくまでもそれはオンライン上の電子機器同士での話だから、コベナントを使います。コベナントの人の魂に引き寄せられる性質、その適用範囲を人類全体にまで及ぼそうってことだね。アイオンの演算能力を解放すれば、コベナントの性質を再現することが可能です。経験的な事実の集積ですよ。つまりコベナントとバニシングシステム、そしてアイオンのソウルハックを使って人類全体の意識を変えようってことか。でもよ、それってちょっと暴論じゃねえか。争いがないって言ってもなあ。それはあなたたちにとっても悲願だったはず。確かに私たちはみんなコベナントをめぐるサマナーたちの争いに翻弄されてきたけど、やっぱりそこまでしないとダメなのか。フィグがやろうとしていることをすれば、人の心は均等になってしまう。そんな無味乾燥な世界がフィグの望んだものなの。わかってる。あなたが消そうとしているもの、彼らの持つ闘争心や戦う意志が人間の感情の源になっているのも事実。私たちが心惹かれた人間たちを形作る大事なものなんだよ。そんなことわかってる。私だってあなたたちと共に過ごし、同じものを見てきたんです。それでも思ったのです。人が争い傷つくよりずっといいと。あなたはこんなことを言いに来たのですか。ねえフィグ、こんな簡単なやり方じゃなくて、ちゃんと話して一緒に考えよう。もっといい方法がきっと見つかる。私はフィグと戦いたくない。だって友達だからね。私は決断したのです。この決断には痛みが伴う。事実ここに争いが生まれようとしている。それは確かに矛盾なのでしょう。だけどあなたたちはそんな矛盾の中でも痛みの中でも自分の意志を貫いた。私だってそれを尊いと思った。だから私も
それをするのです。そっか、話に来たと言いましたね。他にまだあるのですか？ないよ。フィグが自分一人の決定を人々に強いるのなら、私は見過ごすことはできない。ぶん殴ってでも止める。友達だからね。いいでしょう。この戦いが最後の痛みです。私にとっても、あなたたちにとっても。本当にやるってんだな、フィグ。手加減なしで行くわよ。ああ、慣れ合うつもりはありません。全力で来なさい。そうすれば私の憂いもいくらかは和らぐでしょう。行くよ、みんな。フィグ、必ず止めてみせる。臨機応変に行くよ。支援を頼む。流れを変える。パワーアップに決める。フィグ、この力があれば、これならどうだ。フィグ、好きでしょ。ミレディ、慎重に行こう。フィグよ、やるか。試してみたら。でけえ的だな。これほどの力を。フィグ、行こう。痛みなど。お腹空いたよね。これを最後の痛みとしましょう。おかえり。なぜわからないのですか。こんなもんなの、フィグ。なぜわからないのですか。無駄。フィグ。そうだな。これならどうだ。痛みを肯定しながら、変革に伴う痛みは避けようとしている。争いを憎みながら、争いを消す手段を選ぼうとしない。あなたたちはただ現状に甘んじているだけ。全く年がたい。その魂のありようが、いずれは人を、世界を滅ぼすというのに。これを最後の痛みとしましょう。すべての絶望を消し去るために。マジか。嘘だろ。さすがね。気をつけて。あんたも大概頑固だぜ。やるか。探ってみないと。避けられねえぜ。力を。フィグ、後腐れなくやりましょう。いけるわね。なんとかなんだろう。地獄の豪華に焼かれなさい。引きはしません。かかったわね。始めよう。よし。
これで、これは効くでしょ。邪魔をしないで。なぜわからないのですか。遅いわ。あなたもわかっているはずです。無駄打ちご苦労さんが。悲しみをなくすために、誰も失わないために、私は負けられない。やるしかないのね。一気に決めるわ。まずいよミレディ。踊りなさい。勝てるぜ。任せて。俺たちならな。危険かもしれないぞリンゴ。力を。どうしがたい。こんな痛みなど。私たちなら勝てる。よし。オラオラ。これほどの力を。何人たりとも邪魔をさせない。そうだな。確実に削る。ちゃん、まだだよ。チンたらやってないでさ、本気で来なよフィグ。そんなもんじゃないでしょ。お見通しですか。私にもまだ甘えが、弱さが残っていたみたいです。この形は、言葉は、思考は、あなたたちと共にあるためのものでした。私はそれらも捨て去りましょう。あなたたちを滅ぼすために。しなさい。この形は私の覚悟の表れ。あなたたちが勝つビジョンはアイオーンの彼方にしかありえない。あれがフィグナ。あそこにいるのは、リソースすべてを闘争に突っ込んだフルスペックのアイオン。シャレで済む相手じゃない。気合い入れるよみんな。アッシュのこと感謝してんだぜ。よし、サンプリングスタート。全シーケンスコンプリート。私たちなら勝てる。行くぜ。手加減できねえぞフィグ。この力があれば確実に削る。フィグ、手は焼かせないで。カイト、出番よ。ありがとう。力に許せない。本気なんだねフィグ。行こう。データがないな。フィグ！
後悔しても遅いよ。やるわ。必ず連れ帰るわ。世話焼かせないで。遊びは終わり。この技で戦局を。私たちなら勝てる。世話焼かせないで。なんとかなんだ。生きてる？なんとかな。で、あと何発打ち込めばいいんだ？フィグの心の鎧が割れるまで何発でも。俺たちの覚悟が彼女に届くまで。脳筋だな、アロー君は。いっそ踊ってみるとかどうだ。天の岩戸じゃあるまいし。でもデタラメすぎて踊りたくもなるわ。なら冷たいビールが欲しいな。ご機嫌な音もな。まだまだいけそうだね。いつも通り焦らずに行こう。これならどうだ。私が止める。よし、これは効くでしょ。アッシュのこと、よし。手加減できねえぞ。邪魔をしないで。俺たちの召喚能力も戻っちまったな。サバトができなくなっちまったのはちょっと寂しいな。アクシスが陥落したのが原因かしらね。さあな。アクシスもそうだけど、24区都庁ビルだぜ。あれだけの出来事だったのに全然ニュースになってる様子がねえな。ことは未然に防がれたからな。事件を目撃した人間もヤタガラスがうまいこと情報を操作して事なきを得たみたいだ。ファントムの方も表立たせるつもりはないみたい。隠蔽工作に大忙しって感じよ。隠し事するときは仲いいんだな。ま、仮に表に出たとしてもこんな口頭向け誰も信じないだろうよ。シンギュラリティは人知れず起こってるってリンゴが言ってたっけ。なあリンゴ。ん？ずっとあんな調子だぜ。しょうがないでしょ。だってフィグが
ところでよ、コベナントは？ヤタガラスの方では情報はつかめてないらしい。こっちもよ、急に消えちゃったもんで大わらわ。消えちまったのか、はたまたどっかで誰かにひっついてるのか、確かめようがないな。戦いは終わらないのかな。ま、生きてる限り戦いは続くってね。名残惜しいけど、俺はそろそろ行くぜ。アッシュが待ってる。サマナー廃業だなんて残念ね。ファントムソサイティに来るならいつでも歓迎するのに。あ、ミレディ、抜け駆けすんなよ。勘弁してくれ。しばらくはアッシュとの関係立て直し事業に専念するんだ。これが俺の戦いってね。一応言っとくけど、喧嘩するときは俺を巻き込まないでやってくれよ。絶対仲裁なんてしねえからな。じゃあな、リンゴちゃん。しんどいことも多かったけど、結構楽しかったぜ。お疲れ。なに、リンゴ、あなた寂しいの？子供みたい。ああ、別に寂しくないし。あ、そう。じゃあ私も行くわね。アロー、今度は潜入してこないでよね。気まずいから。するかよ。じゃあね、リンゴ。じゃあね、ミレディ。俺も行くかな。いろいろありがとな。カブラギのこと、満月さんのこと、レイブンのこと。あんたがいなかったらきっと折れてた。もし必要になったらいつでも呼んでくれ。必ず助けに来るよ。ヤタガラスとしてではなくて、一人の人間として。うん、それじゃ。私も行こうかな。さーて、今日はあの子たちに何を作ってやろうかな。結局、24区都庁ビルでの戦いで生き残ったアイオンは私だけだった。フィグに統合されたアイオンはフィグと共にこの街の誇りっぽい夜風に消えた。クリスマスの飾りみたいにチカチカ光るコアデータだけを残して。あの日以来、私はアクシスに足を踏み入れていない。フランマのいないあの場所に行くのはちょっと辛い。それにいくらコアデータがあったって、今の私に、人間に最適化された私に、アイオンを復元する力なんてないしね。アイオンとしてのアイデンティティのほとんどを失い、かといって人でもない。なんとも中途半端なところに取り残されてしまったものだと
我ながら思う。でもそんな私にだからこそできることだってあるんじゃないかな。いつか人の知性が十分に育った時にもう一度アイオンは現れると私は信じている。その時に人間たちのありのままの姿を、愚かしくも愛おしい魂のあり方を伝えることがきっと私のすべきこと。だからその日までこのクオリアの牢獄の中で精一杯生きていこうと思う。あいつらみたいに。いつかもう一度フィグに出会う。その日まで。